57丁目は、ニューヨーク市マンハッタン区ミッドタウンを東西に横断する、数字名ストリートと呼ばれる通り。ハドソン川沿いのウワストサイド高速道路下にある、ピラミッド型のビルビア57ウエストとその向かいの、ニューヨーク市衛政局の施設を起点に、マンハッタンを横断し、イースト川沿いの FDR ドライブ手前の小さな公園に至る。 セントラルパークの2ブロック南にあり、多くのレストランやショップがのを貫ねる繁華街である。2014年に竣工した、全高306メートルのワン57の建設に、始まり、多くの超高級、超高層マンションが57丁目のおおよそ、セントラルパークの南端に並行する区間に建設中、計画中である。これらのビルに入っているユニットは、 幾度とニューヨーク市で最も高額な価格を記録するためメディアは57丁目のこの区間をビリオネアズローと称すようになった。この通り上のその他のプロジェクトには2015年に完成した426メートルの432パークアベニュー。 2017年完成予定で438メートルの111西57丁目、そして2018年完成予定で541.0メートルの225西57丁目がある。また、新しく41西57丁目の建設も提案されている。セントラルパークを見下ろすこれらのビルは、経済上や景観上の理由から様々な議論を呼んでいる。 カーネギーホールの内装ハーストタワーアット300、ウエスト57スストリートアートスチューデンツリーグアット215、ウエスト57スストリート、カルバリーバプティストチャーチアット123ウエスト57、スストリート東から西へ、東から西へ。ありがとうございます。